そう、体調悪そうだったの。じゃあ、ということで、発展した博物館、見ていこうかなと思います。お願いします。さあ、ここはですね、ちょっといろいろと集まったんですが、見て!見て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 みんな!これ、どうよー!じゃじゃーん!いっぱいいます。まず、メダカでございます。メダカ。グッピー。それから、ネオンテトラ。いいですね。レインボーフィッシュ。美しい。で、エンゼルフィッシュでございます。これ、よくない?これ、いいでしょう!いいでしょう、いいでしょう!いっぱいね、増えました。かわいい!で、こちらでございます。じゃん!オイカワ、ティラピア、ウグイ、そして、ドンコ、アユ、フナでございます。この辺は川魚ゾーンでございますね。いいでしょう。これなんかね、みんなして向こうを向かって泳いでんの。これはあれかな?そういう習性があるのかな?水の流れる向きと反対に泳ぐみたいな。ちょっと専門家じゃないから、わかんないんだけれども、水を飲みます!さあ、続きまして、皆さん大好き、大水槽ゾーンに行きたいと思います。さあ、どんな、お!わあ、今日も泳いでる!今日も皆さん張り切って泳いでおります。ドーン!すごーい!これ全部釣りました。頑張ったんだよ。頑張ったんだよ。すごいでしょう。たくさんいます。一匹一匹見ていこうと思います。ただ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 。まず、シイラでございます。この光り方が綺麗だね、シイラ。あと、アンチョビでございます。アンチョビ。アンチョビね、一匹寄贈したら、なんか増えてた。一匹寄贈したらね、なんかいっぱい。いっぱいぐわーって集団で動いてた。お、ジンベエザメでございますね。ジンベエザメでけー。ジンベエザメってそんな釣り竿でパッて釣れるんやと思いましたが。いや、そう、モルフォチョ。見て見てみんなー、見てー、いっぱい捕まえた。綺麗でしょ。どうかなー。ゲコゲコ言っとるわ。あとモルフォチョだね。さっきみんなが教えてくれたモルフォチョ。綺麗。モルフォチョ素敵だよね、色が。構造色ですな。綺麗。構造色というのはですね、すごくね、すごくすごくすごく細かい凹凸が羽にあって、その凹凸が光を反射することによって、私たちがですね、見てる色が、こう、キラキラキラと変化するようなものになっております。ざっくりすごく雑に言うと螺鈿と同じ感じでございますね。最近ですとですね、今の技術でどうやらその構造色を再現することができるらしく。らしくですね、最近科学館でこのモルフォチョをね、なんかこう再現してるやつを見ました。人工的にそれが印刷物として出せるようになったらしく。その細かい細かい凹凸が。らしいでございます。この構造色はね、螺鈿、めちゃめちゃ詳しいわけじゃないから、ちょっと説明とかも間違ってる可能性があるんだけど、この辺もね、ちょっと科学物理の博士にいろいろと聞いてみたいところでございます。次だよ。この化石ゾーン。ちょっとこの辺はね、あんまりなんだよね。んで、さあ、皆さんも気になっているでしょう。見ていただきますよ。ドーン、結構集まったー。とはいえ、全部集まったのはちょっとだけなんですけれども、フタバサウルス、かっこいい。フタバサウルスは全部のあのパーツが見つかりました。この首の感じね、クリンってなってる感じ、かっこよー。首投げんで、こっちが、じゃん!スピノサウルス!全
部揃いました。じゃんじゃじゃじゃーん。かっこいい。かっこよー。これは足跡の化石。で、こっちが T-Rex。こちらも完成いたしました。T-Rex です。わー、かっこいい。こう、またライティングが素敵だと思いませんか？ライティング。基本的に、仏像とかもそうなので、化石とかもそうかなと思って言うんですが、下から照らす方法がですね、一応まあ、そのライティングの基礎としてございます。下から照らされるライトっていうのは結構、その、ディティールが見えやすくなったりとか、細部がね、よく見えるようになるっていう下からのライトなんですね。なので皆さん仏像とか見るときも実は下からね、しれっとライトが照らされていたりするんですよ。上から照らすとね、逆に影になってすごい見にくくなっちゃうんだ。だから、こう、下の方から強い光で照らします。左のライトは、ちょっと赤みがかってるんだけど、右のライトがちょっと青みがかってるの、かっこいいよね。これ、ほんとにかっこいい。かっこいいよねー。素敵だー。いいよなー。これはですね、ライトそのものが色がついてるやつもあるんですけれども、セロファンとかをね、上に被せることによって色を変えるっていう方法もあったりします。耐熱のね、なんか耐熱セロファンみたいなやつがあるんだよね。それ貼ったりとか、パーツとしてついてたりなんかします。この辺もね、ちょっと赤みがかかってて、かっこいい！超かっこいい！こんな感じ！この子もそうだな。この子も頭だけなんだけど。あとこっちだね。あとこっちも、ま、ちょこちょこ。ちょこちょこですね。ほほほほ。じゃじゃん。でかー！じゃーん！メガセロプスでございます。でかー！で、ここがね、こっちがメガロケロス。これまだまだだなー。ちょっと足りてない部分がいっぱいありますが。いかがでしたか皆さん。結構、頑張ったと思いませんか私なりに結構いろいろと頑張ってきたもんでございます。美術館の方はまだ一個も作品が入ってないと。だからほんと、爪吉が来ないから、どういう風に美術作品が販売されてるのか、みたいなこともまだまだわかりませんので、ちょっとその辺はね、いろいろと皆さんの様子も見つつ、私がどれだけ美術品をかき集められるかも見つつ、やりたいなと思っております。で、ちょっと図鑑を、見ていただきましょう。生き物図鑑